こんにちは。今日から俺は YouTuber、日曜日担当のトナです。今日はシャドーボクシングができるようになるための練習中級編を、紹介したいと思います。で、前回は、基本編で、前の手だけで、ミッドを打ち、そのジャブ打った後にパリングだったり、フェイントとか、上下下入れたりした練習を、ミッド打ちでやって、それをミッド打ちやったことをイメージしてシャドーボクシングやったんですけど、今日は、前回前の手だけだったんで、今回後ろの手も入れて、そのミッド打ちをしてから、そのミッド打ちをイメージして、シャドーボクシングをやります。お願いします。いいジャブ。見た感じでこう前の手だけだったんですけど、後ろの手も入れてやったんですけど、やっぱりこう打ち割りのコンビネーションの後とか、やっぱ打ち割りのガードが、下がってしまうことがあるんで、その打ち割りを、返してしっかりガードができてれば、でその後にガードで割ってしまうとやっぱりもったいないんで、そのガードした後に、追い打ちでジャンプワンツーとか入れて、そのすぐ反撃につなげるような練習のミッド打ちをやったので、それを今からそのイメージを、さっきミッド打ちでやったことをシャドウでイメージしてやりましょうか。お願いします。今日やった、中級編で実際にこう後ろ手も使ってやったんですけど、やっぱりこう前の手だけやと右しっかりガードしてても、やっぱ両手使うと打ち割りのガードが下がってしまったりする場合があるんで、打ち割りのその返しであったり、そのブロックした後、パリングした後に、その後に反撃につなげる練習としてもいいと思うので、この後ろ手を使ってのミッド打ち中級編をして、それをイメージしてシャドウすると、しっかりシャドウボクシングができるようになると思うんで、やってみてください。ありがとうございました。15秒。ありがとうございました。挨拶。